タッチ、君が鬼だ、ローズィー。おお、タッチ、トリシャン。おやおや、羽怪我してるよ、ローズィー。ママに知らせなきゃ。ママ、パパ、小鳥が羽を怪我してる。あらまあ、小枝が羽に引っかかってるのね。それを取らなきゃ。これでいいわ。でも飛べるようになるまで世話してあげないとね。ベッドを作ってあげよう。この子が治るまで休めるようにね。ほら鳥さん、ここでゆっくりできるよ。羽が治るまで。羽治るまで。おはよう、鳥さん。ああ、お腹減った。君もお腹が減ってるよね。待ってて、何か朝ごはんを持ってきてあげる。いや、ケイル、何を探しているんだい？鳥さん、お腹減ってるの。食べ物をあげなきゃ。うわあ、気をつけなきゃダメだぞ、ケイル。出ないと大怪我するぞ。ごめん、パパ。ああ、ケイル、鳥はミミズを食べるけど、グミのミミズじゃないよ。でも本物のミミズはここにはないから、鳥にはこれをあげよう。種だ。ほら、お食べ、鳥さん。パパがひまわりの種をくれたよ。くすぐったいよ。鳥さんはすっかり良くなったようよ。これまで本当によくお世話できたわね、ケール。よくなった。気をつけろ、ローズィー。鳥さんは小さいんだ。優しくしなきゃ。その通りだ、ケール。小鳥のような小さな生き物は気をつけないとうっかり傷をつけるかもしれないからね。でもどうやら鳥さんは自分の巣に帰る時が来たようだな。おい、それは僕の頭だよ。鳥の巣じゃないよ。寂しくなるよ、鳥さん。すごく元気でね、鳥さん。それじゃあみんな、もうすぐ週末ね。それでは誰がクラスのペットのジェラルドを連れて帰るか決めましょう。
うちに連れて帰りたい人。ケール、今日ジェラルドを連れて帰る？だから餌をやって一緒に遊ぶんだよ。で、明日はボールに入れてあちこち走らせるんだよ。起きる時間だよ、ネボスケさん。朝ごはんの時間だよ。おいで。ママが今日はボールの中で遊んでいいって。ケール、レオが来たわよ。今行くよ、ママ。ここで待ってて、ジェラルド。やあ、ケール。やあ、レオ。ジェラルドを見に来ない？これから外に出すところだよ。いいよ。少し運動させなきゃならないから、ボールの中に入れて。どうしよう。どうしたんだい、ケイル。ジェラルドはどこ？ここに置いたけど、いなくなっちゃった。ママ、ジェラルドをボールに入れておいたらいなくなっちゃった。大丈夫よ、ケイル。きっと見つかるわ。見つからないよ。ギルバート！そこにいたんだね。家に連れて帰る前にジェラルドの餌とお気に入りのおもちゃを全部バッグに詰めなきゃ。あ、そしてボールも。行ってきます。行ってらっしゃい。ジェラルドによろしくね。おはよう、ジェラルド。今日僕の家に来るの楽しみにしてた？僕のベッドの横に君専用の場所を作ったよ。とっても素敵で暖かいよ。週末はずっと一緒に遊べるし。ジェラルド、まだ寝てるのかい？学校の時間だよ。ジェラルド、もう起きる時間だよ。どうしよう、ジェラルドがいない。ジェラルド、ジェラルド、ジェラルド出てきてよ。おはよう、みんな。では席について。これから、まあ、ケイル。そこで何をしてるの？ジェラルドがいないよ。席に着きなさい、ケイル。説明するわ。それではみんな、すでに気づいたと思うけれど、ジェラルドはもうここにいないの。どこにいるの？ジェラルドはとても幸せなハムスターだったわ。でもとても年をとっていたの。だから夕べ彼は眠ってる間に死んだの。死んだ？ええ。でも彼はとっても長生きしたし、みんなのことが大好きだったわ。でも今日は僕の家に来る番だったのに。
大丈夫だよケイル、彼が戻ってきたら連れて帰れるよ。ねえレオ、残念だけどジェラルドはもう戻ってこないの。死んだらもう戻っては来れないのよ。だからもうジェラルドには会えないの。ジェラルドは残念だったわね、ケール。でも彼は幸せだったと思うわ。わかってる。でも会えなくてとても寂しいよ。食べないの、ケール。これならどう？アイスクリーム。いらない。もう部屋に行ってもいい？はあ、もちろんよ。座ってもいいかい？ジェラルドは残念だったね、ケイル。彼は君の友達だったから。でもこう考えてごらん。君は彼の友達でもあった。だから彼はとっても幸せだったんだ。そして君たちはそれを決して忘れないよ。でももう会えないし、一緒に遊べないし、それに。そうだね。でも君たちにはいい思い出があるだろう。こういういい思い出はずっと残るものだよ。どうやらギルバートが一緒に遊んでもいいって言ってるよ。ありがとう。今日はみんな好きなものを何でも書いていいわよ。ただしそれはすごく幸せになれるものであること。僕が書いたのはジェラルドです。僕の友達だったからです。彼はもういなくて、もう会えないのはとっても悲しいです。だから彼の思い出を書きました。パパは思い出はいつまでも残ると言います。僕はいつでもこの絵を見るたびにジェラルドを思い出して幸せになれます。さよなら、ジェラルド。